イースタン航空663便墜落事故は、1965年2月8日に、イースタン航空663便が第一、経由地のジョン・ F ・ケネディ国際空港を離陸した後に、ニューヨーク州ナッソー郡、ジョーンズビーチ州立公園付近に墜落した事故である。乗員5人と乗客79人の、計84人全員が死亡し、DC-7 が起こした。 航空事故としては3番目に死者数の多い事故である。事故当日の663便の使用機材は、ダグラス社製の DC-7B であった。事故機は1958年に初飛行し、総飛行時間は18,500時間であった。当該便には、フレデリック・アル・カーソン機長と、エドワード・アル・ダン副操縦士、ダグラス・シー・ミッチェル航空機関士、客室乗務員、 リンダロードとジュディス・ダーキンの経営5人が乗務していた。カーソン機長はイースタン航空で19年間勤務しており、飛行時間は12,607時間であった。ダンフク操縦士はイースタイ航空で9年間勤務しており、飛行時間は8,550時間であった。ミッチェル航空機関士はイースタン航空で2年間勤務しており、パイロットとして407時間。 航空機関士として141時間の飛行時間を有していた。事故当日、出発地であるマサチューセッツ州ボストンのローガン国際空港から第1経由地のニューヨーク州クイーンズ区のジョン F ケネディ国際空港までの飛行は何事もなく正常に終了した。663便は東部夏時間18時20分にジョン F ケネディ国際空港を出発し、 バージニア州リッチモンドのバード飛行場へ向かって、軽機飛行方式で飛行していた。離陸は正常に進行し、空港管制塔は、ロングアイランドのニューヨーク航空路管制センターに、管制を引き継ぐ準備を行った。663便は、ニューヨーク市上空を避けるために、大西洋上でターンを行うダッチセブンデパーチャーを使用していた。ニューヨークアート区は、 韓アメリカン航空212便が同じ空域で4000フィートまで降下しているという情報で JFK 空港完成に応答した。関西島は663便は212便よりも高い高度にいると答えたが実際にはそれよりも低かった。その後、関西島は212便に対し時期より 南東11時の方向6マイル先に3000フィート付近を上昇中の別機がいることを知らせた。212便の乗員はこれを指認した。この後に管制等は663便に対しても同じ気が時期より北東2時の方向を5マイル先にいることを知らせた。この時点で212便は5000フィートから降下中で663便より上にいた。カーソン機長は 初期上昇を終え、ダッチセブンデパーチャーに移り始めたため、おやすみなさいと言って、サインオフした。663便から18時25分に送信された、おやすみなさいが663便からの最後の通信であった。事故当日の夜は暗く、月も星も見えず地平線も見えなかった。六十三便と百十二便は、同じ位置に近づいていたが、パイロットは、 実際の離角距離、または位置を決定するための基準点を有していなかった。663便の出発後の旋回と212便の指示された左旋回により、2機は明らかな衝突コースへと進んでいた。危険を感じた212便は右に旋回し、衝突を避けるため効果を開始した。これに対し663便は安全に通過するため極端な右旋回を開始した。 212便の機長は後にこの時の2機の距離を200から500フィート、副装重視は200から300フィートであったと推定している。663便は異常な急旋回から機体を立て直すことができず、大西洋に墜落、明るいオレンジ色の炎を出しながら爆発した。着陸許可を得て着陸侵入中であったパンアメリカン航空便は、 管制塔に大西洋上で爆発が起こったことを知らせ、663便の数分前に離陸したエアカナダ627便も同様に大西洋上で爆発が起こったことを管制塔に知らせている。最初の爆発の後、破壊された DC-7 は75フィートの水中に沈んだ。付近を飛行していたパンアメリカン航空212便。 エアカナダ627便、ブラニフ航空5便を含む多数の航空機の乗員が爆発が起こったことを管制官に伝えている。乗員5人と乗客79人全員が墜落の衝撃で死亡した。ヘリコプター11機と多数の救助ダイバーを伴う15隻の船が生存者の救助のため墜落地点に集まった。墜落から2時間後に残骸が水面に浮上し始めた。 その後日の出までに7人の遺体が回収され、次の3日間でさらに3人の遺体が回収された。残骸の位置を特定するため、アメリカ海軍がソナーを提供した。また、アメリカ沿岸警備隊は13隻の船を動員し、ロングアイランドの沿岸で残骸、遺体を捜索した。救助隊員とボランティアは砂浜を40マイルに渡って捜索し、漂着した残骸を回収した。 民海航空委員会が事故調査を開始した。DC-7 にはフライトデータレコーダーを搭載する義務がなく、663便に充当された DC-7 にも搭載されていなかった。このため調査官は、承認の証言、無線の録音及び経験に基づく裁量の推測に頼らざるを得なかった。CAB は墜落の原因は近づいてきた。 パンアメリカン航空212便を回避するために663便の乗員が取った行動が空間式失調を引き起こし、旋回開始から墜落までの数秒間の間に乗員が旋回から機体を立て直せなくなったことであると結論付けた。また CAB はカーソン機長が212便に対する663便の位置を正確に考える時間も適切な情報も持って、 いないと判断し、衝突の可能性を考えていた回避行動自体は適切なものであったとした。CAB は最終的な事故報告書で勧告は行わなかった。初期の報道では663便と212便のニアミスが報告されていたが、連邦航空局は衝突の危険性があったことを否定した。事故当時、663便の墜落事故は、 アメリカ合衆国で発生した航空事故としては5番目に死者数の多い事故で2019年現在アメリカ合衆国で発生した単独機事故としては25番目に死者数の多い事故である。また DC-7 の航空事故としてはカレドニアイ航空153便墜落事故ノースウエスト航空293便墜落事故に次いで3番目に死者数の多い事故である。 ありがとうございます。